英国マンチェスターの馬車鉄道馬車鉄道大正時代馬車鉄道とは馬が線路の上を走る車を引く鉄道である19世紀にイギリスで誕生し通常の馬車に比べて乗り心地も良く輸送力も大きいことから広く使われた蒸気機関車路面電車の発展により置き換えられた馬車鉄道は19世紀初めのイギリスで登場 馬車事業者がレールを付設することで馬車の乗り心地を改善する目的で整備されたものである。馬車鉄道に使用されたレールがインフラとして注目され、馬ではなく炭鉱で排水に用いられていた蒸気機関を動力源とすることが考え出され、蒸気機関車が登場することとなる。世界最初の公共目的の馬車鉄道は1803年に開業したサリー鉄道である。 サリー鉄道会社は、当時の運河のモデルに習い線路を保有するのみで、輸送に必要な貨車や馬は利用者が用意した。最初に旅客輸送を行った馬車鉄道は、1807年に開業したウェールズ地方のオイスターマス鉄道で、既存の路面軌道を用いた馬車鉄道であった。マンチェスターからリバープールへ、綿製品を輸送する際にも馬車が利用されていた。 しかし、雨が降ると路面が、ぬかるみとなり、運行に影響をきたしていたため、鋼鉄製のレールを付設することで、効率的な輸送が実現できるようになった。満島のダグラスベイ馬車軌道が現在でも、運行されている。1827年にリ輪入でセインとエティエナ・アンドレーズが開業した。開業時は、貨物専用であったが、1832年より、 旅客輸送も行った。1827年に 4D アイゼンバーンバドワイス、リンツ・ガムンデンが開業した。1836年から旅客列車が運行された。アメリカでは1832年にニューヨークで開業した。ただし事故が多発したために一旦撤去されている。しかし1852年にニューヨークにて復活、その後は 全米各都市に急速に普及した。1867年には、ビクターハーバーとグラニット島を結ぶ、ビクターハーバー馬車鉄道が開通した。北海道開拓の村に再現された、馬車鉄道馬車鉄道など車輪を用いた、様々な輸送機関が描かれた1889年の、浮世絵明治初めの日本における鉄道の導入時期には、鉄道とは、 蒸気力かつ専用の軌道時期を持つものとされていた。その天道路上に付設し、速度も低速であった馬車鉄道は、道路行政として、人車軌道や後の電気軌道と同様に、軌道に位置づけられた。日清新寺市12月19日の記事によると、日本では1873年に、高島かえが、新橋駅周辺で出願した。篠原博氏によると、 この計画は許可されなかったとしている。その理由は先行して開業した道路上を走る馬車の危険性などから問題になっていたからである。一方、近代国家の首都として面目を一新する目的もあり、東京府知事の松田道幸が評価し、市街交通の中軸に位置づけたことが開業への追い風になった。その後、1882年に、 東京馬車鉄道が最初の馬車鉄道として運行を開始し、南は沖縄から北は北海道までの全国にも広まっていった。しかし、糞尿の処理や、給仕などの手間がかからない、電気動力に転換される形で馬車鉄道は衰退していった。前述の東京馬車鉄道は1903年に電化され、東京電車鉄道となった。また、 電気のほか蒸気などに動力を変更したものや路線廃止になったものも存在する。日本で最後まで営業していた民営の馬車鉄道は1949年に廃止された宮崎県の銀橋軌道だが北海道の植民軌道などでは昭和30年代まで存続したものもある。高津ズ安人によると1936年2月の鉄道省調査によれば 期間 762mm のものは、軽石軌道 8.4km、早北軌道 18.6km、田辺軌道メ 4km、名こそ軌道 6km、日向た軌道 23km、期間 666mm のものは、本郷軌道 5.2km、期間 914mm のものは、博多湾鉄道機線軌道 3.9km であった。 馬車の併用軌道上の運転は、軌道運転規則によってのみ規定されていたが、現在では、道路交通法で、路面電車としての規制も受ける。復元運行の詳細は、各施設の項目を参照。現在の日本では、北海道にある、のっぽろ森林公園内の北海道開拓の村や、岩手県の小祝の路上内にある、牧場園で、観光用に復元した、 馬車鉄道が運行されている。全国鉄道馬車会社一覧表と、ウィキペディア記事を照らし合わせて作成 ABC 三宅、秀道新しい市場の作り方2012年、東洋経済新報社、32ページ青木2008、ピアニッシモ、1920、リーズ、ジャルブーフナンバー、16でミュージアルベイライムズ、ウェルズ1969。 70、東京の鉄道発達士、馬尾圭介、JTB パブリッシング P21、官報1890年8月25日、明治の郵便、馬車鉄道、篠原広志、お松堂出版 P111 東京の、鉄道発達士、馬尾圭介、JTB パブリッシング P22 明治の郵便、馬車鉄道、篠原広志、お松堂出版 P112 東京の、 鉄道発達士真尾圭介。JTB パブリッシング P22。東京鉄道局工作部長。人事更新録。第13番上道路交通法2条1項13号。ありがとうございます。